わあ気持ちいい。あ気持ちいいっすね。うわすごい。結構取れましたね。すごい。はい、もう王様だけど。いいですね。うん。お願いします。俺ね、正直な話、生体が耳の穴とお尻の穴なんだよ。これちょっと、よかった笑ってくれて、これ今。本当ほぼアウトですか、ね、場所によって。そういうお店じゃないです。はい、先にお耳の周りを泡で洗っていくので、はい、マスクちょっと外していただいてもいいですか。はい、お願いします。わあ気持ちいい。あ、マッサージですか。そうです、マッサージも兼ねて少し耳の周りを洗っていきます。耳には200以上ツボがあるので、こうやって軽く揉んであげるだけでも全身のケアもできるんですよ。耳掃除ってどんくらいします？1日に20回ぐらい。え？マジっすか？綿棒で。あ、やりすぎてないですか逆に。もう血が出るぐらい。あ、じゃあめちゃくちゃ綺麗かもしれないですね。ものすごく綺麗かもしれない。そうね。ちょっと耳の中から見ていきますね。耳の中入りますね。いや、失礼します。うわあ、毛がすごい。毛が毛が多いですね。すごい多い。あのこの毛のエリアを抜けると一気に毛のないところに行くんですけど、奥の突き当たりが鼓膜ですね。今日は入り口のこの毛も少しカットして、この毛と毛の間に汚れがたくさん溜まるので、この毛をカットした状態であの綺麗にすると、持ち肌の汚れからしっかり綺麗になるので、うん、今日は綺麗にしていきます。 ありがとうございます。はい、旦那がいます。はい、こんな感じですね。うわー、きたねー。早速お耳掃除してみますね。中の毛は危ないので。うわ取れてる。うわいっぱい取れてる。すごい。あ気持ちいいですね。うわすごい。結構取れましたね。すごい。すごいプロ。他の人と比べてどうですか。あ綺麗。あ耳垢自体はあんまりなくて綺麗ですね。うん、毛は少し多めなのでちょっと短い人とかと合わせるぐらいに。あの取り切っていきますね。太い毛ありますもんね。これ男性ホルモンの影響でね、男の人生えちゃうんですよね。あこれ男性ホルモンですか。そうです、男性ホルモンです。強いんですね、男性ホルモン。期待を裏切らないですね。何ですかそれ、何ですかそれ。田中さん、ハサミ入りますね。うわすげえな。皆さんうわすごい。あの実際見るとすごいちっちゃな毛なんですけど。なるほど、本当ですね。毛がなくなると奥も見やすくなるので、安全に手術しやすくなりましたね。うわすごい。ちょっと奥の方に行きますね。うわ奥の方も皮膚が目元より薄いところなので、あのもうこうやって毛細血管が透けるぐらいの皮膚の薄さなんですね。だからちょっとピンク色になっています。ちょっと気持ちいい。気持ちいい、最高に気持ちいい。ふやかして取っていきます。痛くないですか？いやすごい気持ちいいです。よかったです。うわ、取れた。取れました。うわすげえのが取れた。
そのギリギリのとこがいいね。多分自分であんまり触りたくても触れなかった感じですね。ちょっと残っちゃってるので、うん、わー、すげえのが出てきた。はい、取れました。すごい。うわすごいですね、マジで。気持ちいいですね、見てたら。気持ちいい。ありがとうございます。やっぱりすごいな。もうもじゃもじゃ、うん、こっちも同じですね。上の方にちょっとこう黄色い耳垢が溜まってる感じですね、うん、うわ来た、すごいのが来た。うわー何これ、すげえ。ありがとうございます。お疲れ様でした。うわー気持ちよかった。最高。